平井弘明のワンナップゴルフ。そんでその続きで、そしたら今ちょっとパッと目に入ったから聞いてみたいんだけど、ロングアイアンもそしたらさ、シャフトの調子と関係してくるのかなと思って。ロングアイアンはね、関係ないの？いや、なくはないし、あるとも言えないんだけど、それなぜかっていうと、アイアンってセットじゃない。P からあるでしょ。そうだね。そうすると、同じシャフト入れたいんだよね。やっぱそこは変えないんだ。変えないんだけど、それでも苦手な人いるじゃない。そうすると、もう抜くんだよね。例えば4号苦手だったら4号抜くのよ。入れないのか。そう。で、ユーティリティを入れるの。はいはい、はい。そう。で、ユーティリティだったらヘッドが違うから、違うシャフト入れたって別に関係ないから。でも、アイアン嫌だって言って、アイアン、例えば P から4まで入ってて、4番と5番だけ軽いシャフトとかカーボン入れたりとかする人も全然いる。俺は全然それあれだと思う。4とか5はあれなのか。ちょっともう違うクラブぐらいの認識になる。認識、うん。むしろそれでいてもらっても全然いい。それぐらい難易度が高いし、それで難しいって言って、その4とこの飛距離を打てないんだったら、もう率先してユーティリティ入れちゃった方がいいよね。その距離が打てるユーティリティ、うん。そう。入れた方がいいし、あとは中空アイアンっぽい、例えばショートアイアンとかは普通のこういうキャビティ入れて、ロングアイアンだけポケットキャビティ、要はコンボセッティングにしてやってもいいし、そういうのも全然ありだよね。あとはね、触れるんだけど、ロングアイアンになると重さが気になるっていう方もいる。だよね。そういう時は、ウェイトフローって言って、ロングアイアンになればなるほどシャフトが軽くなってるセッティングのシャフトってあるのよ。ダイナミックゴールだったら AMT とか、そういうのがあるんだけど、そういう風にシャフト自体をロングアイアンになればなるほど軽くなってるシャフトに変えちゃうとか、そういうのでも全然あり。例えば同じシャフトで、グラムも一緒で、ピッチングから6番までは S シャフトで、4号だけ R シャフト入れるとかね。そういうのでも俺は全然ありだと思う。けど調子は変えない方がいい。なるべくアイアンはアイアンだったら変えない方がいいかもしれない。あ、そうなんだ。ああ、ヘッドの動きは一緒になるから、それでシャフトのキックポイント変わると動きが変わるじゃない。だからそれだったらキックポイントは一緒でウェイトとか硬さを変えた方がいい。おすすめはね。深いね、その辺は。いや、そうなのよ。どうしようもない、元も子もないこと言っていい。スイング見ないと分かんない。例えば本当は打てるのにロングアイアン苦手意識でロングアイアンだけ違うスイングしちゃってて、その違うスイング自体が治ったらスペック何にも変えなくても打てちゃったっていう人もいるし、意識の考え方だけでね。だから何にも変えないまま打てるようになっちゃった人全然いる。あ、結構いる。だからその苦手意識で自分から知らず知らずに違う動きをしちゃってる方で苦手って思っちゃってる方もいるし、他のクラブと同じように動いたらそれだけで当たっちゃうかもしれない。そう、全然ある。あとはね、チーピン、ドライバーでもアイアンでも、例えばショートホールのアイアンのチーピン、左ドライバーの朝一チーピンとか、普通のホールでもチーピン来る。それをこれでチーピン打ってると思ってる方が結構多い。アウトサイドイン、そんなイメージあるよね。だって左行ってんだでしょ。全部、もちろん全部じゃないんだけど、アウトサイドインで左行くときって左にまっすぐ飛んでくるの。チーピンじゃないのよ。左に引っ掛けのライナーが出るから、チーピンって寝て遅れてんのよ。要はこっち、こっちでチーピン出るから。インサイドから来てるのに左に行くの。そう、インサイドに来てワンタッチするのよ、ボールの前で。でワンタッチしてくるんって帰るのよ。それでインサイドアウトだからこうやって動くでしょ。こうやって動いて帰るでしょ。左行く要素2つ入ってるじゃん。それでパパンって左行く。インパクトとしてはこうやって入ってるから。それ左行かなさそうだもんね。それだけ。そうでしょ。このままだとね。そこでワンタッチするじゃん。そしたらくるんって帰る。くるんって帰ってこうやって動いたらやばいでしょ。やばい、左。グーって行くでしょ。それでチーピンって出るから。結局はこれね。意外と怖いところで出るから。見た目の恐怖を感じるホールで出たりするのよ。あ、そうなんだ。そう。触れない。緩んで、力入って、そういうホール力入ってミスしたら右だから。どっちでも。そう。どっちでもダメなんだけど、力んで、早く動いたら右。緩んだら左、うん。で、その左の緩む原因は、アウトサイドインのガブじゃなくて、振り遅れて、ワンタッチしてくるって帰って、インサイドアウトの左だから。こうじゃないの。いやー、そのイメージだよね。あるよね。あるよね。そう。これで打ったら左にライナーまっすぐだよ。それでフェース変えたら左行くよって。いや、それチョロだから。こうやってなってフェース被ったらもうマイナスだから、チーピンは出ないから。チョロが出るから。左のグッバイは珍しいね。グッバイでしょ？ねえ。あんま言わないよね。うん。振り遅れだから。振り遅れて寝て、で、インサイドアウト。それがね、もうチーピンだね。マッチングいいのもやった方がいいのかな？そうだね。ねえ。うん、これ最高ね。ああ、それね。いつもやる。ああ、これはもうマッチベターだね。難易度が相当高い。これじゃない、三兄弟じゃない。
あ、そうだね。そう。これはね、もう、本当に。団子三兄弟。うん。できたと仮定したら、もう、プロですよ。あ、そう。プロ並み。プロでやってる人やっぱ多い？多いね。多いし、でもそれなりに相当練習して、それなりに相当苦労してる方。でも、やっぱりお金を例えば稼いで、それなりにやっぱり相当自分の球のイメージがあって、いろいろこうやりたいことがあってっていう感じだよね。これはね、もう難易度マックスだよね。否定っていう意味じゃなくて、練習はたくさんしてくださいっていう感じ。やるんだったら。うん。アプローチとか多分すごい知りたいと思うんだよなぁ。別にこれめくるやつじゃないから知りたいと思うんだったら。オッケーオッケーオッケー。やって。うん。アプローチでこれね。おー。うん。おこれね。あるのそれ。これ最悪ね。どうやんのどうやんのかわかんない。こうやって、こうやって。あー。これはね、平井的にはなっちゃったら申し訳ないんだけど、うん、絶対なし。これはもう絶対なしだね。てか、右脇締めるのがいつでもなしだからさ。まあね、そうなんだよね。そうそうそう。うん。特にアプローチとかね、ダメだね。これダメだなぁ。でもやっぱやっちゃうの？どうしても寄せたいから。締めちゃうのかな。いや、見てて多い。やってる人。なんなんだろう？固定したいの？まあ、固定するっていうのと、うん、あと、フルスイングの時に締めるって言われた人はアプローチでも締めるだろうね。まあ、それはそうだよね。そう、それでやってる。あとね、もうマックスやばい、バットマッチング。これ。アプローチ。あ、これアプローチだと思って。まあ、うん、ね、そう思う、ね。もう、これやばい。やばいの？絶対ダメ。そう。あ、ちなみに、バンカーってなってもこれ絶対ダメ。そうなんだ。ああ、もうお願いだからやらないでって感じ。へえー。これを、インサイドアウトをやらないと、自分の必要としてる球が出ないんだったら OK よ。もちろん。こういうふうにやるんだったら。だけどこうなっちゃってたらもう絶対ダメ。あ、そう。うん、もう本当にダメ。ゼロ。マッチング率ゼロです。これはアプローチって遠心力がかからないでしょ。あ、そうだね。振ってる幅が狭いし、でスピードもないじゃない、うん、で滞空時間もないでしょ、うん、だからインサイドに振った方向に行っちゃうから。それでこれで輪をかけていい、うん、これね、これはもう出る球は 100% 決まってます、うん、シャンク、これシャンクです。これはシャンク、もう絶対出ます。もうネックで打ちに行ってる。そうそうそう、自分からね。自分からね。シャンクもあるし、うん、ざっくり。全然ある。これに、これアプローチバンカーだと思って。うん、で、これ、ウェッジちょっと減らすよ。もう一個つけたいから、うん。これにね、これやってみてください。トップ出ますから、これ。トップ出る。でも、アプローチでリストターンする人いるの？平井。あ、するんだ。する。何でもしちゃうから、平井は。するんだ。そう、だけど、ドノーマルのアプローチしてって言ったらやらないけど、でも、これ3つとも自然と入っちゃってる人は、うん、ダフリトップシャンクは全部出ます。出ちゃう。もうちゃんと打てないじゃん、じゃあ。打てない、そう。だから、意外とアプローチ苦手な人は、1個か2個、もしくは3個入ってるかもしれない。リストターンとコックの間ぐらいなんでね、俺は使ってんのは。そう、で、それなんで使って打てるかって言ったら、まず大きい大元は自信があるっていうのと、うん、あとね、めちゃくちゃ膝を使うの、俺。アプローチ。うん。もう、すごい膝を使うから、だから差し引きゼロになってるっていうだけで、ワンナップゴルフのレッスンに平井が来たら、それやめた方がいいよっていう。それぐらい使ってる。うん。まあ、でも昔の動画で、アプローチはなんていうの、めちゃくちゃ打ってたってさ、じゃあ。あ。で、めっちゃ練習してもそれで打てんだったらそれでいいってことね。そう。今まで言ってダメだよって言ってたとしたって、うん、打てりゃいいんだ。そう、打てればいい。ただ、その自信が 80% とかだったら、やんない方がいいかもしれない。うん、あ、もう100なんだね。100、うん。100自信あるんだ。ある。変える気もないし、自信もあるし。うん、100% の自信あるんだったら、それ正解だからね。間違いない。そうだね。いくらマッチングが悪くたって、うん、いや、自分が思い描く球がこういう風に打てるよってなったら、もう相性いい悪い関係ないもんね、打てんだもん。でね、ウエッジ自信あるとか、うん、ウエッジうまいとかの判断、それ別に知ったところで何にもなんないけど、うん、その判断材料として、バンスを当ててるかどうかな。自分で？自分で。ウエッジうまい、ウエッジ自信あるっていう人って、パーンってバンス当てんの。自分で？自分で、自分から。バンスを当てて打つのよ。そんなことできんの？できる。バンス当てるなぁ。え、それはさ、ボール打とうとしてると、うん、それともさ、バンス当てようとしてると、どっちだ？両方、両方。同時にやってんの？うん。ボールを打つ意識があるのって言われたら、ボール打つ意識ありますよっていうし、うん、バンス当ててる意識あるのって言ったら、うん、バンス当ててる意識ありますよっていう感じ。え、でもそれインパクトゼロしてるわけでしょ？それで。インパクトゼロしてるよ。インパクトゼロにバンス当ててるから。こう、ウエッジこうやって構えるでしょ？構えて、うん、このソール全部あるじゃん。うん、ソールをパーンって当ててんの。こうやって。苦手な人って、
こうやって削るのよ、こうやってボールを削るっていう言い方あれだけど、こうやって削ぐような感じで、こうやってミスないように打つのよ。だからライが悪い時なんかはそうやって打つ人多いの。だけどノーマルポジションでヘアウェイでこのまんまタンってバンスをボールの下に入れるのよ。それで打ったらスピンも入るし、ヘッドスピードも速くできるから、もうとにかく止まるんだよね。でロフトを立てないから球も遅いわけよ。球足が速くなんないからコントロールしやすいの。でも上がんないんだよ。上がんない。溝食うからね。だから、バンスを当ててる人がいたら、あの人絶対自信あるんだなと思った方がいい。それ見てわかんの？わかるわかるわかる。わかんだ。わかる。音が違うから、インパクトの。どういう音すんの？タンって言うから。辺が当たると、音ってなんないじゃん、こうやって。うん、だけどさ、面が当たるとさ、こうやって音なるじゃん。そうだね。そう。だから音が鳴るの。そうなんだ。うん。そう、だからアプローチでね、バンスのタンって当たる音がしてる人。だから、バンカーなんかは、フェース開くから面が当たりやすいから、バンカー上手い人と音がいいってよく言うのよ。パンって音がするのよ。地面に対してこう、パンって入れられるんだよね。そう、だから、ショートゲームとか、音超大事って言うんだけど、もちろんアイアンもそうなんだけど、やっぱり音がね、なんで音がいいかって言ったら、バンスの当たり方なんだよね。それは、バンス当てられるのも、初めはできなかったけど、うんうん、ひたすら打ち続けることによって、うん、どっかでバンスが当てられるようになるの。それともそれはもともとなの？ね、これは正直、本当ワンナップ史上初かもしれないけど、わかんない。わかんないな。俺ね、気づいたら当たってたから。え、それはいくつぐらい？その小さい時なの？アメリカ行ってた時。理由があって、うん、スピンをかけようとしたらバンス当ててたっていう感じ。あー、なるほどね。うん。バンス当てんのは点だから。線じゃない。もう絶対線じゃない。もう、超点。すげえ点なんだ。あ、やばい点。瞬間なんだ、ね。瞬間。だからもう、イメージは、うん、俺動画でもやってたよ、ね、これ。そうですね。これでしょ？そう。タンだから。あ、じゃあ別にバンスを当てようとしたんじゃなくて、うん、スピンを入れようとして打ってたら、うん、そういう打ち方になってたんだ。なってた。だから調子に乗ってそれをやりに行ってる。あ、今では。そう、当てて入り込みに行ってるから。こうやって。そう。気づいたらできるんだ、そんな。だよくね、アプローチとか、ウエッジとかで、フリップはダメでしょって、こうやって。フリップしかしてないから。ダメも何もないのよ。寄ってんだから。そう、だからダメとかないんだよね。それは。これちょっと、サロン級かもしれないんだけど、ウエッジって、右手だけの動きって言ったら、ウエッジってこうなる。で、ドライバーにだんだんなるよ。うん、こうやってなってくる。ドライバー、スプーン、5番ウッド、ユーティリティ、5、6、7、8、9、P、PS、サンド。で、こうなるから。右手の、こう、送り方。そういうことか。そう。巻いてるってことか。そう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 。そういうことか。そう。でね、これはダメっていう話も聞くんだよ。ダメじゃないで、こうなってくんだから。うん。アプローチ、俺自信あって、まあまあ寄ってるつもりでいる。うん、全部これだから。だから、フリップがダメで寄らないとかはない。じゃあ、アプローチが超絶うまい、タケさんも。タケちゃんはいろいろやる。あのね、俺、あんな器用な人あんま見たことない。あ、そうなんだ。うん。あのね、複雑すぎて多分説明されてもわかんない。うん、それぐらい多彩。そういうことか。うん。で、ちょっと、あの、カットするしかない。間違いない。でも、要は、バンスを当てなきゃいけないのに、リストターンだったり、ノーコックじゃ当てらんないから。フリップして初めて面がまっすぐ出んのよ。こうやって。はい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 。あ、こうやってやったら点じゃない。ヒールしか当たんないから。そうだね、そうだね。うん。でも、バンスの面をタンって当てるっつったら、こうやって出すじゃない。そうだ、ね、したらこうでしょ、うん。だからフリップなの。なんで世の中的に言われてんの？レッスンに来たお客様が、うん、ワンナップゴルフを見たからかわかんないんだけど、うん、フリップをやってたらそれや、ダメでしょ、やめた方がいいよって言われちゃったって言うんだよね。でもフリップして打ってもらったらめちゃくちゃいい球が出たっていう。やりましょう。一緒にやりましょうって。そうだね。そう。それで、もちろん、良くなくなったら、やめたらいいし、フィーリングがいい時にやめる必要はないでしょっていう。うん、そう、ね。そう。だから、全然続けていただいていいですよって言ったの。だから、これも説明した。そういうのある。ある、ね。ある。そう、だから。いつの間にかウェッジの打ち方になってる。あ、そうだね、そうだね。いいんじゃないだろう。うん、うん。だ結構その、パターなんかもそうだけど、うん、圧、クラブの感じる圧ってめちゃくちゃ大事で、これはちょっとこの動画ではあれだけど、うん。うん、圧ってめちゃ、次回動画でやります。クラブの圧感です。はい。何圧感って。寒いかな？そうそう。そう、うん。そういう時期ですね。そうです。そう。僕とトール君飲めないんですけど、そう、ね、そう。クラブのね、感じる圧、アプローチ、パター、うん、ショット、めっちゃくちゃ大事だから、いつか動画でやります。はい。こんなもんでいいかな、カードは。いい。
ね、うん、ちょっと登録のカードを作ってくれたの、そろそろ元取れたかな。取れた。ね。じゃあ捨てよう。ダメです。また使います。じゃあ視聴者プレゼント。あ、いいっすね。欲しい人いんのか。いる、いる。俺ね、飛来カードが欲しい。俺、リストターン欲しい。リストターン。え、俺じゃあインパクトゼロ、俺は。いいね。これ。あ、違う、俺間違えた。左手リードを俺がもらう。いや、登録やめた。いや、これはあげないから。やってますか。インパクトゼロ。ねえ、大事ですね。インパクトゼロ、ドロフォーでしょ。ドロフォーですよ。どれと組み合わせてもいいんでしょ。うん、やってないとダメ。そうだよね。そう。そのカードなくていいよね、もう。やるんだから。そうなの。そうなの。だから、画面の方にずっとあればいいの。そうだね。そう。これと、空枠があって、そこに、そうだね。そうだね。そう、はめていけばいいの。そうだね。そう。だって、すごくない？今日始めた知らない初心者から、タイガー・ウッズまでやってんだから。そうだね。そうでしょ。だってなってなかったらまっすぐ飛ばせないから、うん、全員やってるってことじゃない、うん、でまっすぐナイスショットを打てた時は自然とやってる。そうだね。すごいよね、これ。このカードすごいね。そっか、誰でもやってるから、うん、もうやってる、できてる、わかんない、それわかんない、うんうんうん、やろうとしてるから誰も言わないんだね、うん、そうかもしれない。当たり前すぎて当たり前だからね、うん、こんなの教える必要ねえだろぐらいの感じでしょ。まっすぐ向いてたらまっすぐ飛ぶでしょっていう話だからね。そう、多分そう、だから言わない。そっか、じゃあそれ言ってる人いないんだな。あれやっぱな、うん、いないと思う。でもそうだからね。もう、そうなんでね。でもそうだから、ね。そう、そうだから。絶対そうだから。うん。しかないんです。本当に。だから本当、これ一枚で話が本当終わっちゃうぐらい大切なことで、うん、これだけ目指してたら、これを目指すためのスイングが出来上がるはずなんですよ。本当にそこが、まあ答えというか、動いてほしい動き方になりますね。今回はですね、長々とやらせていただきましたけども、前回やったそのマッチングについての、出てこなかったマッチングをやっていきました。ペアですね。いいペアと悪いペアをやってったんですけど、まあその中でもまあウェッジの話とかもさせていただきました。いろいろとなるべくやんないでくださいねっていう動きとかもあるんですけども、現時点でうまくいってナイスショットが出てるんであれば、それは続けていただいた方がいいです。迷ってたり、なんかうまくいかないなっていう時に、ちょっと参考にしていただければと思います。で、今回もですね、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。